Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. What a lot of talent.素晴らしい才能ですね。さてファイナリストたちにお越しいただいています、アーロン・ケリンさんとショパン・マグナスさん。さてこの前にアメリカンアイドルライブのチケットのプレゼントについて、シーズン5で3位になったのは誰でしょうというのが2つ目の質問です。シーズン5で3位になったのは誰でしょう。キングシングスでツイッターで答えを寄せください。一番乗りの方に差し上げます。手に入らなければライブネーション .com で売っています。アーロー・ケリーさん、最年少ですよね。これは得意になりました。最年少ということで、まあ、みんな同じ理由でこの番組に臨んだわけです。私が違っていたのは番組の途中学校に行ったということです。先生つけてくれました。はい、私とケイティには先生がいて一緒にクラスに通いました。でもこれは有利だったと思います。審査員の厳しいコメントを忘れて宿題に取り組むことができるのです。ジャッジはアーロン・ケリーさんの年に夢中になっていました。素晴らしい声ですよね。3年生ぐらいですよね。11歳の時にあなたほどの自信があれば。何歳ですか？16歳。大好きですよ、あなたのこと。アルバム出すんですって。はい、大学に入るんですか、社会人ですか。高校を卒業した後プロの音楽家になりたいです。ショバンさん、可愛いショバンさんですね。彼女の素晴らしい力強いパフォーマンスをご覧ください。どうやってあんなことできるんですか。ひどいところもありましたけれども歌詞は素晴らしい。あの歌い方のための曲なんですか。高い方の D ですよね。私はよくわかりません。どうですか。シャワーで思いついたのです。それが役に立つようになりました。これを自分の歌のスタイルにしました。アダム・ランバートと比べられますよね。それは素晴らしいことです。とても光栄です。昨シーズン彼が代表したもの、象徴したもの、違うことを恐れないのです。自分らしく自分を表現することです。それは私にとっても重要なことです。ということで彼と比べられてとても嬉しいです。ただ叫ぶというだけではなく、彼は素晴らしいパフォーマーです。トップ10に入って驚きました。全くそうは思っていませんでした。オーディションも受けるつもりはなかったのです。ということで本当に幸運です。自信ありました、アーロン。オーディションを受かるとは思っていませんでした。友人の多くはオーディションを通らなかったのです。とにかく挑戦する気持ちでした。サイモンがかつてあなたに言っていましたよね、ショバンさん。あなたの人柄は面白いけれども才能はあると。どのジャッジがあなたを気に入っていたと思います。ランディが一番私のことを理解してくれていたと思います。彼は最も建設的なアドバイスをしてくれました。厳しくなく率直なコメントをしてくれました。サイモンが私の衣装などを批判するとき、彼が私のことを擁護してくれました。歌手だけではなくアーティストという評価でした。
2人についてどう思います、リーさん。この2人は今シーズンの番組の中で一番才能を持っていました。シューバンが歌うたびに控えにいる我々は驚きました。あの歌声、アーロンは最年少ということですが本当に才能があります。私も彼の年齢の時それぐらい才能があればよかったです。クリスタルさんはどう思います？シューバンは本当に驚くべきパフォーマーです。最後に残ったのは女性2人ということで、とてもビクビクしていましたが、アーロンは本当にいい子です。本当に優しい子です。アーロンとショーバンはまた登場してくれます。さらに3人、ティム・アーバン、ケイティ・スティーブンス、そしてアンドリュー・ガルシアがこの後登場です。